しました。5コーストップタイミングは5番の野田翔吾、じわーっと出ていく雰囲気がある。さあ一気にまとめて叩いていった。並んでくる6番の藤原千治、粘れるか5番の野田翔吾。2人の先頭争いは2周目、抑え込んで回る5番野田翔吾、ようやくの初勝利なのだ。101走目の初勝利おめでとう。先頭5番野田、5番6番藤原。いやー嬉しかったですね。なんか意外とこう見ていただいてくれてるというか、 SNS とかでもすごい福岡の方々、まあ、地元糸島の方々だったり、いろんな人からこうメッセージいただきました。いろんな方がやっぱね、こうしてこうボートレーサーになっても応援してくれてるんだなっていうふうに改めて実感しましたという。それ何ですか？小隊長です。なんていうんやろな、なんかまあ初めてです。はい。大きく感じますね。テレビで見るとやはりちょっとちっちゃく見えるので、いざ乗ってみるとかなり大きく感じます。危険を伴う競技でありますから、自分の命だけではなくてやはり他人の命もかかってますので、まあ、ルールを守るですとか、まあ、そういった部分で、まあ、厳しくなってしまうのかなと。家族じゃないですかね、妻と息子だと思います。養成所の1年間苦労かけたと思うんですけど、実際こうレーサーになってすぐ勝てるわけでもないですし、まあ、最初の3年間が大事って言われてる中で、やっぱその、まあ、3年間しっかりこうボートレースでこう打ち込められるような環境を作っていただいてるので、今でも、まあ、それがあったから、うん、この初勝利もあるのかなっていうふうには、はい、思います。ボートレーサーになったっていう時点でも驚いてたんですけど、そこで初勝利を挙げたっていう、一勝するっていうのはすごい難しいことだと思うんで、まあ、勝っただけですごいなっていう気持ちです。まだ100走、まあ、なんていうんですかね、その全然こう野球とは違って、野球の100試合とは全く違うくて、まあ、レースの100走なんで、まだまだこう全然経験も積めてない状態ですので、枠番通りの3対3、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。5コース、トップタイミングは5番の野田翔吾、じわーっと出ていく雰囲気がある。さあ一気にまとめて叩いていった。待ち焦がれた初勝利のチャンス到来。もうこういろんなこう判断能力といいますか、見て行動するんじゃなくて、こう最初にこうイメージして行動できてるっていう、まあ、判断できてるっていう部分が多少なりとは身についたかなっていう感じはあります。正直なところ、早くこう、福岡のレース場に行きたくてうずうずしてるんですけど、僕自身まだこう、西の方に行ける階級ではないので、はい、もう早く、その階級を上げて、
まあ、福岡とか九州の皆様にレースを見ていただけるように、頑張りたいと思ってます。